ショートストーリーズ第20話三種の剣。今回は三種の剣のことを書かせていただきます。前回の話に続いて私の妄想思考がさらに加速していますので、読者の方がついてきていただいているか不安ですが、どうか最後までお付き合いください。私はこのことで神様の剣がいかに意義があるのかを知ることになりました。神様は全員剣を持っているわけではなく、位の上位の神様のみが持つことを許されています。そしてそれぞれの剣には意義があります。その辺を最初の経緯から書かせていただきます。私は毎週通っている A 神社の他に、毎月そのお父さんの B 神社にもお参りさせていただいております。その時の出来事になります。三種の剣の一つ目のお話になります。いつものようにお参りをさせていただこうと思って参道を歩いていると、どうしてかわかりませんが、友人が参道を寝そべっていました。そこの神社では時々イベントが行われているみたいでした。このイベントは人間界ではありませんが、その光景を横から見ていると、私が友人に食べられているように見えていたと思います。しかしどう見ても友人の方が体が大きく15メートルくらいあるので、私の体からすり抜けてしまいました。一体何がしたいのか分かりませんでした。どうも私の中に友人を入れようとしたみたいでしたが、失敗してしまったということでした。そして再チャレンジの日が翌月に訪れました。今度はこんな剣が参道の中央にあり、剣の長さが15メートルくらいでした。前回の友人と同じ長さだったので、この剣は友人が変化した姿だと思いました。今度は私の胸に突き刺さるような感じになっていき、どんどん私の胸にこの15メートルくらいある剣が私の中に入っていきました。胸に突き刺さる感じというか、その光景がそのものズバリで、胸がチクチク痛みました。今度は体から抜け出ることもなく、そのまま体に入ったみたいでした。私の体に入った剣はこのように双剣になって、私の足から出て大地に突き刺さるようなイメージになっていました。これは大地を司る剣というらしく、大地が騒がしくなっている時にこの剣のイメージをすると大地が静かになります。何か地震が来そうだなと思った時はこの剣のイメージをします。少なくともこれをやり始めてからは、私が住んでいる周辺の地域では大きな地震が起きていません。実際はもっと多くの地震が起きていたはずなのですが、かなり抑えられています。ただ全国的に見ればそれ以外の地域では最近も大きな地震があり、多くの方々に影響が出てしまいました。私の未熟さを感じてしまいました。でも現地の方々には希望は失ってほしくないと思います。まだこの剣の使い方が分かっていないと思いました。三種の剣二つ目の話になります。近所に私が気に入っている池があります。毎月通っています。ここの池には友人伝説があります。以前のお話になりますが、第17話角池の竜神伝説、よろしければご覧ください。ここには水の神である弁財天がいらっしゃいます。仕事で頻繁にこの池の前を車で通ります。弁天には以前私が稲荷神の女神を怒らせてしまったことがあり、般若のような表情をさせてしまった時に何度謝りに行っても拒否されてしまい困ったことがありました。その時に仲裁に入ってもらったのが弁天でした。その会あって今は稲荷神の女神とは良好な関係が続いています。その弁天がある日家でくつろいでいた時に突然来て止めメッセージが届きました。意味もわからず伺ったのですが、何もわからず帰ってきました。知らない間に弁天より剣をいただいたようでした。この剣は水を司る剣といって、その名の通り水を操る剣です。例えば雨を降らせるとか、いつだったか剣の使い方を練習している時に
この剣を強く振り回すイメージをしたら、翌日か翌々日だったか、大雨の日になりました。実際の剣は真っ白でとても綺麗な剣です。この辺り辺りから剣のことはあまり意識しない方が良いのかもと思い、考えないことにしました。三種の剣、三つ目の話になります。家で仕事の準備を慌ただしくしていた時に、目の前に突然女神が現れました。そして無表情で私に剣を渡して消えました。多分天照大御神様だったと思います。独特の太陽をデザイン化した飾りをつけていましたので、その剣は全てを照らす剣だそうです。この時に思い出したことがありました。だいぶ以前の話になるのですが、まだ妻が生きていて治療中だった時のこと、私は近くの海岸線沿いにある公園で車を止めて待っていました。この待っている時が何とも言えない感情になります。何しろ明るい見通しが何もないのですから、本当に落ち込んでいく一方でした。こんな天気が私の心の中を象徴しているかのようでした。そうやってしばらく落ち込んでいると、何か外が明るく感じてきました。急に太陽の光が差し込んできました。その日がとても暖かく感じて、心の中から温まった感じがしました。何か神様から心配ないよと言われているような感じになりました。私は思いました。人とは不安を抱えて生きていくものだと。その不安の形態は人により様々ですが、そんな時に本当の神は決して不安を助長するようなことは言わず、心配ないよと言って安心させる存在だと感じました。そのことを最近思い出して、全てを照らす剣を使って復興活動をされている地域の皆様が明るさを取り戻してほしいと思い、エールを送っています。まだまだわからない点が多々ありますが、焦らず必要な時に必ずわかるようになれると思って日々過ごさせていただいております。そして今の幸せは当たり前のものではなく、ありがたいものだと感じました。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。皆様がさらに幸せでありますように。